今回明らかになった新しく建造される水素燃料電池船の20分の1の模型。船は2階建ての構造で、船首は2つ、客室はガラス張りとなっています。全長33メートル、定員は150人。水素と大気中の酸素を反応させて電気を生み出し、排出されるのは水だけという環境に優しい船です。ちなみに3年前に発表されたイメージはこちら。今回ドイツ社の設計や造形を手掛けるデザイナーが担当し、スタイリッシュに変貌しました。大阪・関西万博に向け満を持しての計画。水素燃料電池船ならではの特徴とは。燃料を燃やしませんので匂いがないと。特に匂いっていうところは大きなポイントだと思いますし、振動の面でも非常に静かですから、その150人乗りの船の中でちょっとしたコンサートのようなものも開催できるんではないかなと。今回製造される船は万博会場を含むベイエリアを運航する計画です。また燃料である水素の供給のために、今年中に関西電力の南港発電所内に水素ステーションを建設する計画としています。取材班はその船が作られている現場へ。ここは造船業が盛んな広島県尾道市。こちらの造船所で岩谷産業などによる水素燃料電池船が作られているということです。アルミ船舶専門メーカーの瀬戸内クラフトです。テレビカメラとして初めて水素燃料電池船建造現場の撮影が許されました。岩谷産業様の、水素電池船なんですけども、はい、こちらの工場で主に、はい、建造を進めていっております。はい、非常にまあ大きいんですけど、5名から6名ぐらいで建造しております。すべてその中でもですね、手作業で、はい、建造を進めております。約そうですね、今からでしたら7ヶ月ぐらいですね、7ヶ月から8ヶ月ぐらいで、はい、引き渡しの予定になっております。現在は客室の床を張り始めた状態だといいます。通常瀬戸内クラフトでは事前の打ち合わせを含めおよそ1年をかけて船を作りますが、水素燃料電池船は瀬戸内クラフトとしても初めての取り組みということで、通常の倍の2年かけて製造に臨んでいるといいます。通常はやっぱりディーゼルエンジンで高速の船舶を建造しているんですけども、この度は出力も小さいですし、何しろモーターで駆動というところで、大きい120トンぐらいの船がですね、どれだけのそのモーターの力で動いていくのかっていうところが一番心配でしたね。はい、とはいえ次世代の船への期待は高まっているようで、脱炭素と言われている中でですね、船舶でどれだけのことができるんだろうっていう、新たな挑戦ですよね。はい、そういった感じで捉えております。またこの船の運航は京阪グループが担うことが明らかになりました。京阪グループの大阪水上バスはベイエリアのサンタマリア号やアクアライナーなどを運航。パートナーとして選んだ理由について真島社長は、商用の事業もやっておられますので、京阪さんグループの持つノウハウ、安全安定なその商用運航に非常に貢献していただけるのではないかなと。来年の春には完成し試験運航する予定で、万博終了後も観光用として使いたいとしています。一方課題は水素燃料のコストが高いこと。今後の普及の鍵を握ります。本当に大口の需要が広がっていかないと、全体の価格としては下がっていかないと思いますので、岩谷産業としてグローバルな連携を持ちながら
取り組んでいきたいというふうには思っております。